海にゃ海にゃ。水は嫌いだから海の中に入る気はにゃいけど、海は大好きにゃ。焼きそば、かき氷、たい焼き、海の家にはロマンがあるにゃ。何言ってるのよ玉木さん、海で散財なんて愚の骨頂よ。お仕事なら経費が使えるけど、プライベートは節約節約。みふゆはストイックすぎだにゃ。この夏は自分の殻を破ってもっと欲望のままに生きるといいにゃ。欲望のままって言われても。次回、玉木とみふゆの無人島ゼロルビ生活。それなら私毎日バーゲンセールに通いたいわ。私は猫に囲まれながらたい焼き食べ放題の生活をするのにゃ。そんな暮らしあったらいいにゃ。あったらいいわね。